い、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は子どもたちの何気ない会話からすごく、幸せをもらった一日でした。バラ組の、廊下の窓から椿の木が見えるんですが、ちょうどその椿の木の前が、バラ組さんたちが使う水道なんですが、そこでこう手を洗ってる時に子どもたちが「あ、お花咲いてるね」って会話してたり、先生にも「先生お花咲いてるよ」って教えてくれるお友達がいて、すごい自然の変化に気づいて、そうやって子どもたち同士で、嬉しそうに会話したり先生に教えてくれて、とてもなんだか心が温まって幸せな気持ちになりました。もう本当に2月も終わって、もう3月でバラ組で過ごすのも残り少ないですが、子どもたちとたくさん思い出を作って、楽しく過ごしていきたいと思いました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。